はいどうもこんにちは、ゴブリンです。今回はバルヘイムというゲームをやっていくよ。噂によるとこのゲームではヨーロッパで悠々自適な生活を送ることができるそうです。いやー最近、心も体も疲れ切っている私としては大変ありがたい。せっかくの長期休暇、楽しんでいきましょう。あ、もしもし、これ今回飛行機で行くんですよね？え、座席？はい、はい。いや、エコノミーで十分ですよ。いやいや、ファーストクラスなんて恐れ多い。休みもらえただけでありがたいんで。はい、はい。じゃあそういうことで、お疲れ様です。私が知ってるエコノミークラスと違うんですけど、座ることすらできないんですけど。あの、カラス、さん、で合ってます？これ私どこに連れて行かれるんですかね？私の掴み方が完全に獲物のそれなんですけど、あなたの巣が目的地ってことはないですよね？あ、着陸するんですか？優しくお願いします。あばばばばばば。ちょ待ってこれあばば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 ばどうやらフギンさんはこのゲームの案内役のようだ。早速質問なんですけどカラスって食えるんですか？あ。字幕ちっさ。すいません、最近視力落ちてきたんでもう少し大きい字幕で喋ってもらえますか？とりあえずエイクスギュルとかってやつを倒せって言ってるみたい。いや私休暇できたんですけど。どうやらこちらの都合は虫らしい。グラフィック設定に時間がかかったのでカット。ひとまずあたりを散策してみよう。どうやらアイテムを拾うと道具のレシピが解放されるみたいですね。他に拾えるものはないかな。それにしても先ほどとは打って変わって良い天気になってきます。うわ、何あれ？なるほどヨーロッパでは空に木が生えてるのか。綺麗ですね。世界には私の知らないことがたくさんあるんだなぁ。それはさておき、資材を集めましょうか。こういうゲームでは大抵最初は木材を集める必要があるはず。そこの木を倒してみるか。霊ダメージってことは素手じゃ無理なのかな？あ、今更ですが簡単な操作方法以外は全然わかってないです。おそらく石の斧を。ん？これはこれはフギンさん、どうしたんですか？とりあえず石の斧を作る方向で間違いないみたい。ところでカラスの肉で何かレシピって解放。ひとまず石の斧の材料を集めましょうか。確か木と石がいくつか必要なんだっけ。最初は地味な作業が続くだろうけど、少しずつこの世界に馴染んでいきます。やべえなんかいるんですけど明らかにモンスター的な何かがいるんですけど。どうするこれ素手でいける？殴りで倒せるかあれ？巻いた？巻いたかこれ。どうや
ら巻いた見た。負けてないですねこれ。そうだ隠れるんだ。ワンチャンステルスゲーム要素あるかもしれない。どうやらステルスは有効なよ。いや来てるわ。このまま隠れていよう。いやむしろ私が木だ。一体になれ。私は木であり森の一部なんです。ここには誰もいませんよ。あなた以外誰もいません。緑豊かな土地であなたですよね一体。とりあえず逃げながら資材を集めよう。武器さえ作れればこの状況を打開できるはず。よし、だいぶ材料は集まりました。というかそもそも何が作れるんだ？ハンマー、ハンマーが作れるぞ。これ絶対攻撃力高いだろ。ハンマー作ろう。え、これどうやって装備するの？とりあえずキャラに持たせてみるか。とりあえずキャラに持たせてみるか。とりあえずキャラに持たせてみるか。なんで捨ててんのこいつ。いや操作してるのは私ですけども。というかモンスター増えてるし、お友達呼びやがってぼっち煽ってんのか。ん？ハンマー持ってる？いつの間にか装備してるぞ。よっしゃこの野郎調子に乗りやがって。我が怒りの鉄槌を。何これ何か出てきたんですけど。作成？建物？ああ、ハンマーってあれか、建築するための道具か。ってことは何も状況良くなってないじゃん。むしろ材料無駄に使っちゃったから悪化してるよ。助けてください、フギンさん。あのクソガラス消えたー。仕方ない、また逃げつつ材料を集めるしかないか。知らせがあるじゃないよ、忙しいんだよ、こっちは。チュートリアル読む前に空気読んでくんねえかな、あのカラス。フギンさんが巨大化すればあんなモンスターちょちょいのちょいで。いや、鬱陶しいな、このメルマが。登録解除したい。ブロックしたい、このカラス。何ですか？何を教えてくれると言うんですか？今一番聞きたいのはお前の消し方なんですけど、教えてくれるんですか？よっしゃ、ついに棍棒ができた。おお、これだ、攻撃できるぞ。いよいよ私のターンだ、覚悟しろモンスターども。まずはお前だ。あれ、どうやらいつの間にか逃げ切れていたみたいですね。せっかく棍棒作ったのに。と思ったら意外とすぐに棍棒の出番が来ましたよ。体力回復のためにラズベリーつまみながら歩いてたら、川の向こうに動物さん発見。心苦しいが我が肉体の一部になってください。あ、結構凶暴。痛い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 。死ぬ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 、あとワンパンで死ぬ。いや、このままだと空腹で死ぬ。どうせ死ぬなら戦おう。お。やったぞ、生肉をゲット。これで餓死しなくて済みそうですね。食料確保に夢中で日が傾いてきてるのに気づかなかった。こういうゲームは大体夜は危険が危ない。速やかに家を作って安全圏を確保しよう。いいぞいいぞ、やはり石の斧は伐採用だったか。これでガンガン木材が招かれざるお客様アゲイン。だがさっきまでの私とは違うんですよ、この棍棒が目に入らぬか。体力が残り少ないのでここはヒット&アウェイで。この華麗なるフットワーク。蝶のように舞い、蜂のように。ここはカットだな。よし。意外と体力はないみたいですね。これで安心して作業できます。さーて伐採を続けましょうか。のんびりしてると日が暮れてしまいます。いやー、最初の家はどんな感じにしようかな。資材が少ないからこそ工夫して。ちょっと屋根とかシャレオツにしちゃったりして。夢が広がります。当たり判定やるん。メルマガは黙っててください。